はい、こんにちは、勝又博物館です。今日はですね、こちら、何でも買いますお宝ワールド岩田店さんにちょっとお邪魔しています。別に何てことない、普通に私事の買い物なんですけども、ということでちょっと行ってきます。はい、まあね、ちょっと行ってきたんですけども、あちらの店舗さんで買うものは一つもなかったです。なんか意外と金額も全体的にちょっと高めだし、意外とほとんど持ってたので、まあ、買うものなかったです。ただ、他に違う店舗に行ったので、ちょっとご紹介したいと思います。まあ、見てね、皆さん驚きかと思いますが、まあ、これが一番の目玉ですね。デラックス変身ベルトソニックウェーブということで、クーガの箱あり、まあまあ、備品を、買ってきました。これはね、音もちゃんとなるので、本当に良かったです。これで僕のは、ちょっとお蔵入りになっちゃいますが、はい。そして、まあ、金額は、1万円でした。ぴったり1万円です。はい。そして、こちら、聖剣デラックスブレイラウザー。これはですね、箱なし、あとホルスターなしですね。また、俺、ホルスター持ってなかったから、ホルスター欲しかったんですけど、でも、なんで買っちゃったかというと、300円でした。このセットで300円は、買いです。そして、こちら DXF ですね。もうめちゃくちゃ安くてびっくりしましたね。500円だったらやっぱ絶対買いですね。やっぱ100円、200円だと結構取るのきついですし、もう結構ここら辺のは在庫がないので、やっぱ買いだと思います。かっこいいですしね。そして、こちら。マスコレ。1体100円ですね。300円。発光台座が1個ずつ入ってて、これはお得だなと思って全部持ってるんですけども、やっぱ発光台座はお得なので買っちゃいました。ということで、お買い物をしてきましたよという動画ですが、また今週、あさって日曜日にちょっと秋葉原の方に出向くので、またそういう動画になってしまいますが、お許しくださいということで、今日はこんな感じで終わりです。ではまた明日。